皆さんこんにちは。ミュージックプラント、ミュージックスクールのキーボード講師、中山秀人です。ミュージックプラント、ミュージックスクールでは、スクールに入学していなくても、受講できる短期集中レッスンを行っています。今回は、ピアノで覚えるコード講座、なんちゃってアドリブ講座、サビだけ弾いちゃおうワンフレーズ講座です。ピアノで覚えるコード講座は、音符は読めるけどコードはちょっとっていう方、もしくは、鍵盤楽器以外の、ギターやドラムの方を対象にした講座です。鍵盤でコードが弾けると、作曲、など、まあ、いろいろと役に立つと思います。なんちゃってアドリブ講座は簡単なスケーリングによって意外とかっこよくアドリブを、弾くことができます。音符が読めなくても、大丈夫なので、気軽に来てください。サビだけ弾いちゃおうワンフレーズ講座は、皆さんがよく知っているあのメロディー、例えばビートルズや、まあ、J-POP でもいいですが、そういう、有名な曲を簡単に弾いてみようじゃないかという講座です。この機会に、ピアノに触れてみたいという、初心者の方対象にした講座です。その中で、なんちゃってアドリブ講座、ちょっと僕の方で、説明したいと思います。今回は Cm7 と F7 の、コードの繰り返しのパターンを使ってアドリブをしてみたいと思います。僕は、指1本で、スケールを弾いてアドリブをしてみたいと思います。使うスケールはこうです。皆さんが音楽を始める何かきっかけになればと思います。ミュージックプラントでお待ちしております。